一休さん。昔、京都のあるお寺に一休さんという小僧さんがいました。一休さんは年の割に体は小さいですが、とても頭がよく、困っている人を助けることもありました。部下の侍を通じて一休さんの評判を聞いた将軍様は、一度一休さんに会ってどれだけ頭がいいのか試してやろうと思いました。そこで和尚さんと一休さんを屋敷に招くことにしました。将軍様からの手紙が和尚さんに届きました。手紙にはぜひ一休さんを連れて屋敷に来るようにと書いてありました。和尚さんから見れば、一休さんは賢いけれども少々生意気でもあります。一休は将軍様にも失礼なことを言いかねない。一体どうしたものか。しかし将軍様の命令には逆らえません。呼ばれたからには仕方がない。一休を連れて行くしかない。出発に先立って和尚さんは一休さんに注意しました。一休、将軍様の屋敷に行くから用意をしなさい。決して将軍様に失礼なことをしてはならんぞ。一休さんは荷物を持って和尚さんの後について行きました。二人が将軍様の屋敷の前の川に架かった橋を渡ろうとすると、一枚の看板が出ていました。そこには、この橋を渡ってはいけませんと書いてあります。和尚さんは看板を読んで困ってしまいました。昨夜から今朝にかけて大雨が降ったので、橋が壊れたに相違ない。直してからでないと橋は渡れないぞ。一休さんはあの程度の雨でこの立派な橋が壊れるなんて信じがたいと思いました。屋敷に行くにはこの橋を渡らなければなりません。和尚様、大丈夫ですよ。私についてきてください。そう言うと一休さんは橋の真ん中を渡っていきました。一休さんがどんどん歩いていくものだから、和尚さんも仕方なくついて歩きました。無事に橋を渡った二人は大きな広間に通されました。しばらくして将軍様が入ってきました。和尚さんが挨拶をするかしないかのうちに、将軍様は大きな声で言いました。お前が一休か。なぜ橋を渡ってきた。子供にしては賢いと聞いていたのに、看板の文字も読めないのか。評判ほどではないな。一休も一休なら和尚も和尚だ。お前は字が読めるだろう。
子供である一休はともかく、大人のお前まで橋を渡るとはどういうことだ。驚いて言葉が出ない和尚さんに代わって一休さんが口を開きました。将軍様、私たちはもちろん看板を読んでまいりました。ならばなぜ看板の注意を守らなかったのだ。将軍様は一休さんの言葉だけでなく態度からして気に入らないようです。少し興奮気味の将軍様はまた大きな声を出しました。看板にはこの橋を渡ってはいけませんと書いてあったはずだ。橋を渡らなければここまで来られるものか。だから橋ではなく真ん中を渡ってきました。橋も橋も橋と読みます。ひらがなでは区別できません。子供にしては知恵があるな。今日は私の負けだ。将軍様はたくさんのご褒美を一休さんに与えました。一休さんは実在したお坊さんです。日本では一休さんのお話の多くは子供向けに書かれています。老若男女を問わず人気がありますが、必ずしも事実をもとにしたお話ではありません。